ジャン・セイニュー・マルタンは、フランスの画家である。27歳で結核で死亡した。リヨン派の画家の一人に数えられる。リヨンで、織物職人の息子に生まれた。早くから、美術の才能を示し、12歳になった1860年に、リヨンコートを美術学校に入学し、ミシェル・ジェノーやジョゼフ・ギシャールに学んだ。1865年に金賞を受賞して卒業し、 友人となったベルネーのスタジオで映画家として働き始めた。1870年に不屈戦争が始まると召集され、パリの浮橋の舞台に配属され、冬でも水中に入らなければならない軍務は結核を発病させた。兵役から戻った後、アントワーヌ・スブレ、アントワーヌ・サブレット、1821から1897の助手として、 フリゴレ修道院の装飾画を描いた。リオンにスタジオを開き、医師や銀行家のパトロンから支援を受けた。1874年にパトロンの医師と療養のためアルジェに移った。アルジェでは、アルジェの高等美術学校で教師をしていたアルベール・ルブールと知り合い、ルブールに影響を与えた。翌年、一旦リオンに帰国するが、医師の診断によりで、再び、 アルジェリアに戻りその年の冬死亡した。ありがとうございます。